ただいま。出発、いよいよ明日だね。はい。もう本田さんのお帰りなさい。聞けなくなるね。でも俺、嬉しくもあるんだ。今、ここに、たどり着いてる自分が、嬉しくもある。俺、ずっと、弱くて、人とうまく関われないのに、愛されたくて、必要とされたくて、欲しがってばかりで、そんな俺の目の前に、君は現れて、そして、叶えてくれた。俺の望み、無償で教えてくれた。与えてくれたんだ。だから、こうして今、ここに立ててる。君が俺を、人にしてくれた。育ててくれたんだ。人らしく。君は、俺の、母さんみたいな、人だった。やっと、言えた、本当の気持ち。ちょっと格好悪いけど、でもね、他のみんなにとっても、そうだと思うんだ。君の存在は、あったかくて、優しくって。だから、これから俺たち、新しい環境で、それぞれの日々を生きていくけど。でも、ふと、君を思う。君は元気でいるだろうか。泣いたりしていないだろうか。笑ってくれているだろうか。君は、今日も幸せだろうか。そんな風に、思うよ。これからも。みんなに、愛されてんだよ。ありがとう。君に会えて、よかった。君が、いてくれてよかった。ありがとう。ありがとう。ありがとう。徹。ありがとう。行ってきます。おばあちゃんとおじいちゃんって呼びなさい。だってトールくんが名前で呼んでいいですよって言ってくれたんだもん。おじいちゃんとおばあちゃんなら散歩に行ったぞ。また置いてかれた。二人きりのラブラブ時間を邪魔しちゃダメなの。ラブラブいいな、いつも。一緒に。手をつないで。嬉しいことや悲しいことを繰り返して、そうやって、年を重ねていくんだよ。